ずるずる。どうもパクルです。地元の静岡県沼津市に帰ってきてるんですけど、今日はね、外観のめちゃめちゃ特徴的なブッチャーっていう二郎インスパイア系のねラーメン屋に来ております。まっちゃんとともにさあ本日やってきたのは沼津駅から徒歩23分、ラーメンブッチャー、スーパー青木と飛龍高校の中間にあります。去年は年始に松福のラーメン食ったんですけど、今日はちょっとブッチャーで戦をしてやろうかなと思ってます。ってことで行こう。さあラーメンブッチャーさん、食券制です。いらっしゃいませの声が気持ちいい。本日は特製富士そばをプッシュ。サティは日よって野菜の量は普通にしました。まっちゃんは野菜油増しをコール。そしてカメラの位置を調整しながら待っていると、ドーンと運ばれてきました。これがブッチャーの特製富士そば。マジでチャーシューうまそうやな。こちらが野菜増し、油もやばいです、やばいです。ぶっちゃけ量がそんな多くなかったんで、俺も野菜マシンすればよかったと後悔しながら、いただきます。まっちゃんはチャーシューからパクリ、そして俺はもやしから。これは二人の性格が出てますね。まっちゃんは好きなものを最初、俺は好きなものを後から食べるタイプと見た。ちなみにまっちゃんはこれまで数々の二郎系として送り広げ、その全てに勝利を収めてきた挑戦士なのである。悪魔的。そしていよいよ麺とご対面。このうどんのような太い麺、果たしてどうなのか。すする、ね、バッキバキじゃない。あのこういう網の柵あるじゃん、緑色の網の柵、あれ食ってるみたいな。そしてもやしをパクリとしてカメラ目線になってうなずいてグッ。そして悪魔の禁じて、このデロンデロンの油をゆで卵の上に乗せて、それをつかむと一気に口の中に運び、この口からちょろって出た麺を口に入れて一言、油がやばい。一旦ちょっと油がやばいんで、ちょっとお水挟んでおきます。ついにこのベーコンみたいなチャーシュー、ベーコンっていう表現ちょっとあんま良くないのかな、これをパクッとして一言。もう卓上にやばいやつ見つけました。めちゃくちゃ炒めまくったオニオンみたいな、あ、オニオンって玉ねぎか、ニンニクみたいなやつ、これニンニクですね。めちゃくちゃ炒めたニンニクみたいなやつ、これがもうめちゃくちゃくせえっす。大量の激臭悪魔ニンニクを含んだ麺をすする。ま、でもしっかりうまいっすよこれ。このまずそうな表情してるけど、しっかりうまいっすよ。もう俺今日キスできない。さあ量も半分ぐらいになったので、油と麺と野菜とニンニク全部混ぜて掴んでみましょう。全ての食材が融合したアルティメットブッチャーを口の中にすする。お口のオアシス、水休憩を挟んで畳みかけるようにすする。っていうかまっちゃん、なんかすすり方独特じゃない。さあいよいよ終盤戦のところで、まっちゃんが味変をしているので、俺も胡椒で味変をします。そして蓋を閉めて置いたところで、あれ、俺の様子がおかしい、くしゃみが出さあ気を取り直して食べていきましょう。で、あれちょっとまだ余波が、あれ、余波が、出る、くしゃみが出ー、ああ耐えた、よかった。まっちゃん、ものすごい量のもやしを箸でつか、あ、待って、俺の様子がおかしい。俺の口、あ最後にゆで卵をパクリとしたら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。見た目とは裏腹に薄口で優しい味わいでした。油のお残しは許してちょ。ごちそうさまでした。くそくそ、ジローの申し子まっちゃん、ぶっちゃんはどうでしたか。うまかった、ちょっと味は薄口でしたね、思ったより。濃いめにしてもよかったかな。ああ、なるほど。
ということで、ここに来る人はね、濃いめにしてもいいかもしれないです。ってことで、今からね、あの新幹線で公衆テロしていきたいと思います。バイバイ。